加減に目を覚ませ白生命、我が必ずこの都を滅ぼしてくれよ。やめろ。邪気を払い、魔を清めたまえ、救急に寄り添いよ。あなたに返すわ、ずっと借りていたものを。帰るの、元の場所に。あなたの魂の中に。生命様、生命様。琥珀。はい、生命様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。もう、もしかして。いや、神楽様で不思議な生命。あ、神楽様。別に琥珀は。どうかしたのか、神楽。生命にお客さん、それもとびきり変なのが。さあ、私と共に戦ってくれ。まず発動したいスキルを発動するターゲットを選んでください。ジュフタイム。天よ、このままに。五行結界陣抜刀。急に寄り釣りを。大丈夫ですか。お願い、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 どうやらしさ、先ほど。あくまでおしすれば。え？どうだ、おみおじゅう。おなかの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 。生命様、ここは陰陽師として覚えていますか？この生命様みたいな式神召喚にはいくつか種類がありますが、まずは基本の召喚法を試してみましょう。さあ、礼符に樹の文様を描いて式神を召喚してください。その時には救急如立寮の祈祷もお忘れなく。よかった。そうだ、ついでに他の召喚法も試してみましょうか。樹の文様は式神との契約の印ですから、間違わないようにしっかり描いてくださいね。氷で閉ざした心に鼓動などあるはずないだ。おお、すごい式神を召喚しちゃいましたね。さすがは生命様。ここが。目覚めよ、時は来た。
キャラクターの行動じ。ジュフタイム。炭火はスキル発動。まず。眼中小心。